はい、じゃあこれから事故から白髪染めで染めます。 BK1 が 7g、 それと NB5 が 15g、 2液 106g で染めます。入れたら大変だもんね。もうね、体中がカーッとあっとくなるんだよ。それをほっとくと今度はもう油汗が出て、ね、はいはい、うん、それでもう頭が、もう記憶がなくなるような、はい、音になっちゃう。それで倒れて死ぬ人もいるんだよね。あ、そうなんだ、うん、だから、それでご飯食べて、はい、4時間ぐらい経つと、その食べるあれによってだけど、うん、飴か何かのように甘いの一つか二つ飲んだり食べてないとそういう可能性がある。あ、だから飴は必ず一つ二つ持ち歩いて、うん、そうだよね。だけど買い物するときは財布だけ持って出ちゃったとき、はいはい、そういうときはさ、この間のベーシアでそうだった。そうだよね、これは車まで飛んでいけないなと思ってさ、うん、でじゃあいいや、で速攻性があるんだね、コカ・コーラはね。そうなんだ、うん、飴はじわじわってこう持ってるんだけど、コカ・コーラとか、ね、あ、そうか、水溶性だからな。そう、なんかね、いろいろ試したんだけど、やっぱりコカ・コーラが一番適面に早く効く。うん、なんか半分ぐらい飲んでさ、はい、試しようってどうしても大丈夫ですかとか、うん、おかげさまで助かったよってさ、うんうん、いや本当だよね、うん、あー、しかしたなと思って、飲むときは財布の中の1個か2個入れとかなくちゃって思っちゃいるから、うん、で朝ごはん、ごはんのときは割に持つんだよ。あ、そうなの、ね、10時から11時ぐらいまで持つ、だけどパンのときは、ね、割に早い。あ、うん、やっぱりほら食べ物の鍋によってね、うん、2種類が出ちゃうとそれだけほら、はいはい、補わなくちゃならないから、そうだね、うん、だから朝はなるべくはもうパンでなくご飯食べるようにしてるんだけど、うんうん、そうだよね、うん、パンダ持った方がいいもんね。そう、はい、いったん止めます。